続いてスポーツです。今日は小笠原キャスターが甲子園取材のため、代わって私、田久保聡がお伝えします。ついにやってくれました。JFL 第4節、ここまで勝ち星のない FC 琉球が接戦をものにし、ホームで今季初勝利を挙げました。初めてホームゲームに姿を見せたトルシエ総監督、試合前は誰も近づけないピリピリムードでした。相手は昨シーズンの4位と6位のチームが合併して誕生したカターレ富山。前半の FC 琉球、富山の猛攻を受けますが、ディフェンダーの必死の守りでこれをしのぎます。すると24分、山下がゴール正面で相手ボールをカット。ディフェンダーが左から上がってくる肌を気にした一瞬をつき、右足を振り抜き先制のゴール。ここで初めて立ち上がったトルシエ総監督、厳しい表情のまま選手に指示を送ります。心配が当たったのは38分、フリーにした朝日に決められ同点。サポーターの脳裏に一瞬いつかの悪夢がよみがえります。歯がゆい展開にトルシエ総監督から、お前ら男かとハーフタイムに一喝された琉球イレブン。後半の15分でした。左サイドでチャンスを作ると、林田が絶妙のクロス。これに山下がアウトサイドで合わせて2点目のゴール。後半何度もピンチに立たされながら、帰ってきたトルシエ様のお導きもあったのか、まさにゴールを死守。 FC 琉球ホームで歓喜の初勝利です。Merci, nous voulions avoir le sourire à cette heure-ci, nous l'avons, donc l'objectif est atteint. Allez, 2 ゴールっていうより勝ったっていうのはすごい嬉しいです。まあ最後の方は押されてましたけど、まあ1点で抑えたっていうのも自信になるし、次の試合につながると思います。勝ち点3をゲットした FC 琉球、次はアウェーで昨年の王者佐川に挑みます。1、2、3、4番よ。はい、やっと勝ち点3をものにした FC 琉球、3月30日がトルシエ革命幕開きの記念日となるのでしょうか。以上、スポーツでした。